7000円から8000円で収まってない人は高いものを払ってるんじゃないかな。どの会社のどのキャリアプランがおすすめですか？ぶっちゃけて言うと各社寄せてくるんですよ、うん。どうもしゅんです。こんにちは。バラマツです。こんにちは。この動画は日経さんとのコラボで経済を楽しく学ぶシリーズです。概要欄に日経スタイルさんとの記事も上がる予定なのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はスマホのキャリア特集ということで日経トレンディ出身のスマホジャーナリストの石川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、携帯のキャリアっていろいろあると思うんですけど、どのキャリアが一番お得なのかっていうことをテーマに石川さんにお伺いしたいなと思っております。携帯スマートフォンを中心に取材している、まあ、ライタージャーナリストになります。当時は日経トレンディーという、まあ、編集部で取材したんですけど、その後辞めて、まあ、独立してもっと携帯電話を送っているという状態なので、まあ、仕掛け20年以上携帯電話スマートフォンを取材しています。すごい20年以上でもう本当のプロですね。我々の携帯代の明細の方を今回持ってきたんですけども、バラマツは月いくらぐらい使ってますか？はい、自分の携帯4年ぐらい使っているので、はい、もう本体代がない分ちょっと安くて7747円です。昔あった au であった20ギガのプランなの で、はい、今は ポボ っていう au が20ギガのプランオンラインプランを出しているので、まあ、それ乗り換えれば、はい、まあ、3000円程度の差があるんじゃないかな。そんなに買えれた早い。 ポボ だとそのテザリングの500円もかからなくていいテザリングできますし、 ポボ っていうその、まあ、オンライン専用のプランが今年3月から出てるんですけど、キャリアメールが使えなくなるっていう弱点はありますけど、ただまあ3000円ぐらいに収められるんじゃないかなと。やっぱりそういう原則になったりするので買い方がいいんじゃないかなと思います。はい、買えます。続いて僕ですね。僕は合計2581円かかってます。高っ。深いですよね。ソフトバンクの打ち上げで言うと機種代金が月額1800円で基本料が2400円で、通信料データ定額料が6500円で、っていう形です。そもそもやっぱり iPhone の場合は Apple 自身がちゃんと、ね、ユーザーを守るような仕組みが入ったりもするので、そこまで携帯電話会社のオプションに入らなくてもいいような仕組みになってますので、石川さんと携帯買いに行きたいですね。横にいてほしいですだからそのショップに行くときも何も知らない状態で行くと、もうショップの人たちのね言われるになっちゃうので、多分こっちがある程度調べて状態で行くとショップの店員さんもあこの人たち分かってるなっていうのでちゃんと対応してくれると思うので、そのショップの人とまあ対等まで行かないまでもある程度分かった状態で行く。分かんないことは分かんないこと、分かってることは分かってることとして、行って分かんないことはちゃんと聞く、で分かってることはこうですよねっていうところにしておいていくと、多分ショップの人もそれに対応してくれるはずなんで、納得のいく多分買い物ができる。そもそものそのブランドのジャンルみたいなところもお伺いできたらなと思ってます。はい、今、コモエソフトバンクが、まあ、メインの、まあ、ブランドとしてのきっかけになっています。でそんな中、大手3社に関しては今こうサブブランドというところを提供していて、 KDDI であれば UQ モバイル、さらにはソフトバンクでは Y モバイルといった、まあ、サブブランドを展開しています。でこれというのは、まあ、安いけども店舗のサービスを受けたいという人向けに、まあ、提供されていまして、特にまあ最近の場合ですと au ショップで UQ モバイルを扱っていたりとか、ソフトバンクのお店で Y モバイルを扱っていて、看板もソフトバンクと Y モバイル両方書いてあるといった必要になっています。なので、まあ、ソフトバンク使っているのだけで安く使いたいという人からすると、ソフトバンクから Y モバイルに移行しやすくなっているというところがあります。さらに、まあ、今年の3月から大手3社ではオンライン専用プランを提供、店舗がないパターン、はい、ドコモであれば母も、KDDI であれば母も、ソフトバンクであれば LINE もといった形で、オンラインなので自分でまあ契約が必要なんですけども、まあ、料金タイプがどこに安くなっているというところがあります。なのでなんとなく自分でまあ契約できると、それで安く使いたいという人はオンライン専用プランを、あとまあどうしてもまあ店舗でねスタッフの人に聞きながらまあ検索したりという人からすると、まずキャリアショップに行ってサブブランドを選んでいく形になると思います。
安く抑えたくて、かつ自分で完結できる人はオンラインで完結するし、店舗もあって相談もしやすいし、安く抑えられるっていうのはサブブランドと言われる Y モバイルとか UQ は意外と狙い目だなと思ったんですけど、逆にデメリットとかってありますか？まあ、UQ モバイル、Y モバイルに関して言うと、ある程度容量がまあ制限されていると思います。だから大体3ギガからまあ25ギガとか10ギガとかだったりもするので、まあ、そこで収まる人はサブブランドというんでしょうし、いやいやもっといっぱい使いたいのという人はまあどうしてもメインブランドになるかなというふうに思います。石川さん的にどの会社のどのキャリアプランがおすすめですか？ぶっちゃけて言うと、この業界って各社寄せてくるんですよ、うん、要は一社が突出して安い料金プラン出したとしても、はい、やはりまあそこに逃げられては困ると、競合他社が似たような料金プランを見つけてくるという状況になります、うん、去年楽天モバイルが2980円で使い放題というプランを出したんですけども、やはりまああれに対して大手3社は脅威に感じたので、うん、で楽天モバイルに対抗するためにアハモとかホモとかラインモといったオンライン専用プランを、まあ、大体3000円くらいの料金体系に出してくることによって、まあ、楽天潰しじゃないですけども、ドコモの人が楽天に見られないように、じゃあハムがいますよってなっているといった形になるので、結局、まあ、3社でも4社でも似たり寄ったような料金体系になるというのがあります。なのでなんとなく毎月高い料金払ってるかなというふうに思ったら、別に他社に乗り換えるんじゃなくて、今契約している会社の安いプランとか安いブランドに乗り換えるっていうのが、まあ、一番賢いやり方じゃないかなと思います。携帯電話会社乗り換えるのもいいんですけど、まあ、結構大変なんですよ、うん、まあ、その契約してる会社に、ね、別の会社行きたいんで、この番号を持って行きたいので、まあ、手続きお願いしますとかっていう風にしてもらったりとか、大変ですよね、でしょ、で面倒くさかったりとか、じゃあ今持ってる携帯電話スマートフォンは別の会社でちゃんと使えるのかっていうのを確認しなきゃいけない、面倒くさいってあるとある中で、だったら自分も契約している、まあ、携帯電話会社の中で安い料金プランを探す方が、自分に合ったプランを探す方が、まあ、一番簡単で、すぐにね料金プランが変わっていいかなと思います。自分の携帯代無駄かもって思う兆候のサインとかってありますか？今ってそのデータ通信量も使い放題のプランもあるし、電話もかけ放題のプランも存在するので、まあ、それを組み合わせとしても大体7、8000円で収まるはずになっています、うん、ただ当然まで先ほどのように、ね、端末代金をプラスされるとか、うん、要は、ね、オプション代払ってるとかっていうと、まあ、いろいろと超えてくると思うんですけど、単純にデータ通信量と音声通話量をセットにして、まあ、7000円から8000円で収まってない人は何かしら高いものを払っているのかな、使いすぎなのか、何かおかしなのか、契約になっているんじゃないのかなというチェックをしたと思います。とにかく請求書をちゃんと見て、自分が何に対していくら払っているのか、月データ用でいくら使っているのかっていうのをチェックした上で、まあ、アクションを起こすというのが大事だと思います。今の石川さんのお話からは、乗り換えることはほぼ必要ないっていうお話だったと思うんですけど、乗り換えプランとかいろいろやられてると思うんですよ、いろんな各社が。乗り換えた方がこういう時はいいとかってありますか？で、安い料金プランの場合って繰り越しみたいなのできたりするんですよ、うん、なのでじゃあ今月3ギガもらいました、1ギガしか使わなかった言ったら、まあその2ギガを翌月に繰り越せるとかっていうで、繰り越すのが楽しいと思える人は大手三社というよりも格安スマホを提供してもっと安い料金プランを提供した会社に乗り換えた方が賢く安く楽しいそのスマートフォン生活になると思います。豆な人じゃないと難しい。そうですね。なのでとにかくスマホを使えればいいという人からすると、まあ、大手三社と契約するのが無駄だと思います。まあ、格安スマホに乗り換えるとある日なんかデータが流れてこなくなったっていう時に、じゃあこれって何でなのかなっていうのを自分で解決しなきゃいけないんですよ、うん、ただ一方で大手3社もしか4社になればもし調子悪かったら、ね、最寄りのショップに行ってなんか繋がんないんだけどどうにかしてよっていうふうに言えばお姉さんがはいはい分かりましたって対応してくれたりもするので、うん、フルのサービスを受けたいのかだけど毎月高いのか、もうめっちゃ安いんだけど、まあ、自分で解決しなきゃいけないのかっていう、うん、まあ、今二択になってるんです。プランであったり乗り換える時の注意点ってありますか？今の選び方で言うと、まず電話をするかしないか、うん、
っていうところ、うん、頻繁にするのであれば、そういったかけ放題のプランがあるところを選ぶのが必須だと思いますし、うん、あとまあ最も重要なのはデータ容量どれだけ使うか、うん、なのでまあデータ容量によって料金変わってくるという体験になっているので、とにかくデータ容量どれだけ使うかっていうのをこの辺チェックしておく、分かっておくってことが重要です。今回 の、 石川さんのお話で乗り換えなきゃいけないわけじゃないんだっていうことはすごく次の行動がしやすいなと思ったので、ちょっと帰ってもう一回見直そうかなって思いました。ということで、次回の動画では携帯キャリアを運営する会社の経営の意思決定であったりとか、あの年表を用いてそれぞれの会社の栄枯盛衰をお伺いできたらなと思っております。あの就活においてのその企業研究的な要素も含まれているので、よかったら覗いてみてください。ということで、本日は石川さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。